はい、こんにちは、中原です。今日はうちの中撮影してます。よろしくお願いします。はい、東京城で晴れてますね。すごいいい天気です。ただね、今日夜から雨降ってくるようです。今日はね、何日だっけ、3月の、17日、木曜日ですね。夕方から夜からね、雨ということで、あさってから連休ですね、3連休ですね。なんかね、雨模様ですね、最初の頃はね。まあ、寒い日が続くようです。気をつけてください。はい、今日のテーマなんですけど、フィリピン人と、Facebook っていうね、こういう話します。はい、Facebook やってます、皆さん。まあ、最近日本だとね、やらない人の方が多いのかなと。あと、なんか、年配の人しかやってないとか、そんな感じなのかなと思いますけどね。フィリピン人はね、大体の人は Facebook やってません。僕、やってないって人は見たことないんですけど、まあ、一部見たこと、見てね、やってない人もいるのかもしれないんですけど、まあ、ものすごいね、高齢の人はもしかしてやってないかもしれないんですけど、まあ、ほとんどの、ね、フィリピン人で Facebook やってますね。で、まあ、日本人とね、使い方がちょっと違うのかななんてね、思ったりします。あ、ちなみに私はね、Facebook やってるんですが、友達はね、今何人ぐらい、500人いないのかな。ほぼほぼ9割はフィリピン人ですね。お友達登録になってる人は。日本人がね、ごく一部で、ですけど、まあ、ほぼほぼフィリピンの方で、ほとんどがみんなの音ですね。フィリピン人の友達。で、まあ、Facebook ね、始めたきっかけも、フィリピンにずっといたということで、Facebook を始めたんですが、なんかね、あんまり僕はそんなにめちゃくちゃ活用してはいないんですが、フィリピン人の人たちって Facebook をね、ものすごく活用してます。で、ひどいとね、ひどいっていうか言っちゃ悪いんだけど、まあ、アカウントをね、いくつ持ってたりとかね、しててね、名前が違ってたりとかするんですけど、すごくね、Facebook を活発に使ってます。で、まあ、何に使ってんのかというとね、まあ、いろいろ日本人があんまりやらないようなことやってるんですけど、まあ、物販に使ったりとか、あとはまあね、コミュニケーションのグループを作ったりとかね、そういう活動したりとかしてるんですが、すごくね、便利で、皆さんね、Facebook をバンバン活用してます。で、日本だとね、まあ、昔で言うと、Mixi なのか、Mixi なくなっちゃいました。僕、Mixi やってなかったんで、わからないんですが、まあ、Mixi の流れから Facebook になってったような気がする、日本はね。でも、ちょっと違うのかな。ただあまり日本ではね、Facebook ってそんなにめちゃくちゃ定着してなくて、逆に言うと今ね、なんか TikTok のようなああいう簡単なものとかね、そういうのになっちゃってるのかなと思うんですけど、まあ、フィリピン人がね、Facebook 使う、まあ、大きな理由っていうのは、まあ、友達とつながるのもそうなんですが、あとね、やっぱり物販がものすごいですね。すごくこれはね、僕は驚かされますけど、で、実際我が家でもね、Facebook での物販ということに関して、いろんなものを購入したりとか、いろんなグループに入ったりとかしてます。私はね、1個か2個しか入ってないんですが、結局ね、なんかね、見たりいろいろしたりしてるんですけど、で、グループでこういろいろ、例えば、まあ、マニラなんとかセールとかって、そういうグループになってたりとか、ミンダナオなんとかグループセールとか、そういうのでね、なんか売り買いをするような形で、物販のこうグループを作ってね、それでみんな見て、Facebook でね、これでいくらいくらとかって言って、まあ値段を交渉したりとかして、で、まあ、チャット機能がありますから、それで買ったりとかしてるんですね。で、まあ、うちでもね、なんか結構いろいろ買ってます。私はね、そんなほとんど買わないんですが、うちの奥さんが意外と Facebook で物を買ってますね。はい、すいません、ちょっと先にコーヒー飲ませてください。今日も、みんなのブレンドコーヒーです。これも今日で最後なんで、これで終わりです。いただきます。
美味しいですね、はい。今日ね気温が高いです。20度以上ありますね。ただなんかね今日夜からね雨降ってきて、寒くなるそうです。明日明後日寒いみたいですね。日曜日までずっと。はい、すいません。でまあフィリピン人何売ったりしてんのかって一番多いのはやっぱりね衣類が多いですね。衣類、服とか、子供の服とかね、あとまあブランド品のなんかパクリコピーのような、じゃないような、そんななんかブランド品のバッグとかブランド品の服とかはね、せこせこと皆さんね、セールしてますね。それ見てるとね面白いんですけど、でいろいろねあのこう生でこう出てこう喋ってあの販売をしているので、男性も女性もで見てるとね結構面白い人がいて、喋り方がなんかバイスガンダみたいな人とかね、いろいろまあいるんです、男性の方でも。で見てるだけで面白くて、あの買い物するしないまた別にして、それを見てるだけで、ね、すごい楽しいんですけど、その中でね、まあ、うちの奥さん欲しい洋服を買ったりとかなんかいろいろしてます。でこの間ね、時計を買いましたね。時計はね、2ヶ月ぐらいしないと来ないらしいんですけど、まだお金を払ってないのかな、ちょっと分かんないんですけど、着払いとかいろいろ方法がありますね。あとなんか、銀行の機能を使ってとか、あとなんか、送金システムありますね、いろんな、そういうシステムでお金を送ったりとかしてるっていうのが多いですね、やっぱり。で、まあ、本当ね、そういうことでね、買うっていうのがすごく多いのかなと思って。で、中にはね、やっぱり、見てると土地を売ったり、家を売ったりとか、不動産を売ってるっていうのもあります。で、実際に、そういうのをね、いっぱいこう、載ってる、こうね、グループっていうの、セールをしてるグループっていうのがあります。で、そういう中での、ここはどういうふうに、いくらとかっていうね、情報をね、いろいろ見たりはね、私してるんですけど、意外と面白いんですね、なんか。で、あと、なんか、車を売ってるとかね、だからほぼね、売るもの、売れるものはね、ほとんどね、僕は売ってるんじゃないかなと思って、って言うんですけどね、まあそんな中で、ね、皆さんね買い物っていうかね、そういう形で、ね、やってるんですけど、まあ実際じゃあフィリピンではじゃああれなのかな、とそういうe コマースみたいなものはないのかっていうと、まああることはあるんですが、意外とねなんかあんまり普及してなかったりとか、ちょっと敷居が高かったりするのかもしれないんですね。であとなんかひどいのになると、まあ写真と違うとか、なんかそういうものもあるらしいんですね。僕実際ね、そういう目に遭ったことないんですよ、うちの家族も。で、日本国内では、ね、そういうことあんまり聞いたことないんですけど、フィリピン国内ではなんか、違うものが送られてきたとかっていうこともね、あるらしいです。なんかね、パソコンデスク買ったら、なんか違うものが送られてきたっていうね、YouTuber の方もいるし、だからね、いや、必ずしもなんかね、本当にねちゃんとしたそのものが送られてくるかってどうことはね、ちょっと何の保証もないんですけど、まあ皆さんなんかね暗黙の信頼のような、ことでね、売り買いをしているように僕は思いますね。でなんか僕だとねあんまりなんと日本人だとそういう感覚で物を買ったりしないですけどね。日本人だとやっぱりアマゾンとかヤフーとかね、楽天とかそういうところでね買いますね。あとはなんかそのお店の専用のなんだろう、インターネットの販売の方の部門のところで物を買ったりとかしますよね。だからなんかね、そういうふうにね、ちょっと本当に誰だか分かんない人にお金を払うっていうことにね、フィリピン人はあんまり抵抗がないのかななんてね、僕は思ったりします。はい、じゃあ実際ね、じゃあうちで Facebook のその物販でね、買ったものって何があるのかね。洋服なんか結構多いんですけど、僕の服ではないですね。やっぱり娘の服とかね、そういうのがありますけどね。でもね、やっぱり通販ってね、やっぱ今こういうね、こう、なんていうの、外に出る機会がね、だんだん、なくなっているこういう時期だと、やっぱりインターネットとか物を買うっていう、そういうので物を買うっていうことがね、まあ当たり前になってきてますよね。例えば食べ物でも、日本だとウーバーイーツがああいうので頼んで、実際も外に出ずに買い物、まあ、食料品が買えるとかってことはありますから、まあ本当にねそういうのが当たり前になってて、うちではね、でも意外と今回ねウイルス騒動での自粛の前から結構いろんなものはね通販で買ったりとかしてるんですけど、まあ実際ここにあるものってほとんど通販で買ってますね。ですね、まあ、この後ろにあるこのモニター50インチの 4K、 これもね、通販で買いました。これヤフーで買いましたね。それからこいつ、ハーマンのこの Bluetooth のスピーカー、これも通販で買いましたね。あとなんだろう、これ、今こっちにもう一個マイクあるんですけど、これも通販で買いましたね。
で このマイクも通販で買いました、ね、だから結構多いんですね。犬は違いますね、これはソフトバンクの犬なんですけど、まあ結構あの通販で買ってるものはすごく多いですね。だから結局まあだんだんお店に行くっていう、こう携帯買い物をするっていうことがあまりだんだん少なくなってくるのかなと。食料品なんかね、あの生鮮食料品とかなんとかっていうのはやっぱりお店に行って見て買ってくるっていうのは多いんでしょうけど、なんかねほとんどのものはだん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 買い物に行かなくなって、なんかモニターを見て勝手になんか、クレジットカードやデビットカード、また銀行引き落としなんかの、決済でそういうふうに物を買うっていう時代がどん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 ね当たり前になってんだなっていうのを僕は最近感じます。はい、まあそういうことでね、そういう携帯をフィリピン人の人はフェイスブックの中でやってるってことは意外と多いのかななんてね思ったりします。で実際にだからね、あの本当にねいろんな使い方があるし、あの例えばフェイスブックだけじゃなくて他のね、あのそういうSNS 系のツールでやっぱりね、販売とかってねできると思うんですけど、まあ YouTube なんかそうですよね、意外とスポンサーがついてたりとかするとこもあるし、だからまあそんな感じでね、まあ買い物の携帯っていうのは変わってきたっていうことでね、フィリピン人はね、まあ、Facebook を意外とね、使ってるんだななんてね、まあ、こんな話ですけどね、結構ね面白いですね。だから、あとなんかね、私の友達なんかで見てると、あの女性の方ですけど、この化粧品っていうかこのクリーム塗ったら顔が白くなったとかって言ってる人もいますし、嘘だぞそれはと思うんだけど、まあだからなんかいろいろね、いろんなことをね Facebook でやってるなと思ってね見てます。まあ今日はねこのね、Facebook ってフィリピン人の Facebook の使い方についてのねお話をしたんですがね、まああのいろいろね、いいも悪いもね Facebook ね、ありますけどね、なんかでも最近名前変わったんですよね、なんかねね、よくわかんないですけど、はい、まあそんなわけでね今日はね Facebook ってお話をさせていただきましたが、フィリピンに行くとね多分なんか Facebook 教えてくださいとか、アカウント持ってますかとかって言われたりするし、あと YouTube やってる方でね、フィリピン人ね頼むとすぐチャンネル登録してくれるんで、見てくれるか見てくれないかわかんないんですけど、ほぼほぼね声かけるとね大体の人はねチャンネル登録してくれます。だからチャンネルをねいっぱい1000人に増やしたい人はね、なんかフィリピン人にお願いすると意外とチャンネル登録の数が増えるのかななんて思うんですけど、まあ見てくれるかどうかはちょっとわかんないんですけど、まあフィリピンに行った時ね、見て見て私 Facebook やってるとかって言ってね、宣伝するのもいいのかななんて思いますけどね、意外とフィリピン人は、ね、優しいとこが結構あります。はい、そんなわけでね、まあ、Facebook ってことで、まあ、他に Twitter とかね、フィリピン人やらないですよね。やってる方もね、まあ、ジャーナリストとか、なんか有名な人は意外とやってるのかもしれないけど、YouTube と Facebook が意外と多いのかな。あと、TikTok かな。あと、まあ、インスタもやってる人もいるのかもしれないけど、まあ、Twitter はやってないですね。だから Facebook と TikTok が多いのかななんてね、思いますけどね。まあ今日はね、こんなお話をさせていただきました。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。これからもよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。このチャンネルでは、ね、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ、はい